本日は現役東工大生による座談会受験編にお越しいただきありがとうございます。当座談会は3人の東工大生が自身の体験をもとに受験について語り合い、皆さんに受験についてのさまざまなことをお伝えする会です。質問につきましてはチャットにて随時募集しております。質問を希望される方は表示したスライドの通り、冒頭にシャープ質問をつけた上で王冠マークのついた JIZY 質問募集というアカウント宛てのプライベートチャットで送信してください。募集した質問については最後の質疑応答の時間に読み上げさせていただきますので、少しでも気になることがございましたらぜひ書いていただけるとありがたいです。さて、本日話をしてもらうのは1年生で物質理工学院所属の青木、2年生で環境社会理工学院土木環境工学系の上村、同じく2年生で環境社会理工学院土木環境工学系の川上、以上3名で行います。前半は東工大の入試制度について説明し、後半で1年生青木の受験経験について対話形式でお届けする予定です。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまずは東工大の入試がどういった形式であるかについて確認しましょう。東工大は理学院、工学院、物質理工学院、情報理工学院、生命理工学院、そして環境社会理工学院の6つの学院からなりますね。はい、そして2年生に進級する際に学院の中に存在する K というものに所属するわけです。一般的な名称で当てはめてみると学院は学部のようなもので、K は学科のようなものだということができます。そして入試の際には一般でいう学部に相当する学院の所属先を決定してもらうことになります。入試の方法については一般選抜のほかに学校推薦型選抜、総合型選抜が存在します。今年度から名称が変わってややこしいですが、一般選抜は一般入試、学校推薦型選抜は推薦入試、総合型選抜は栄養入試にそれぞれ対応します。では各入試方法について見ていこうと思います。まずは大学枠の大半を占める一般選抜から説明しましょう。一般選抜は全学院共通で前期日程と呼ばれる2月25、26の2日間のみに行われます。昨年まで実施していた生命理工学院のみの後期日程について今年度はないことに注意しましょう。一般選抜の出願先については所属を希望する学院を最大3つまで選ぶことができます。第1志望の学院で合格点に届かなかったとしても第2、第3の学院に所属することができる可能性があります。参考として昨年度の入試における各学院の最低点は理学院で409点、工学院で408点、物質理工学院で399点、情報理工学院で457点、生命理工学院で390点、環境社会理工学院で401点でした。はい、この一般選抜を受験するためには第一段階の選抜として共通テストの足切りをクリアしなければなりません。この足切りについて説明すると、全学院の志願者合計が全学院の募集人員合計の4倍を超えた場合に二次試験を受験する人数が4倍になるように実施されるものです。昨年度までは600点一律での足切りでしたが、これも変更となったことに注意しましょう。参考として昨年度の全体での志願者倍率について紹介すると、募集人員が900名だったのに対して志願者全体は3700名、倍率にして 4.2 倍でした。はい、では2日間でどういった試験が行われるかについても説明します。受験科目は数学、英語、物理、化学の4科目で、これ以外の科目は選択できません。また内容については全学院で共通の問題を使用します。次に各科目の配点を見てみましょう。数学のみ300点で、
英語、物理、化学はいずれも150点となっていて、数学への比重が高い配点になっていることがわかると思います。また、共通テストの点数は一切考慮されないことも注目すべきポイントです。初日に数学180分と英語90分の試験が行われ、2日目に物理と化学それぞれ120分の試験が行われます。出願方法は基本的にはインターネットですが、今年度については共通テストで特例追試を受験した場合、郵送での出願となります。出願方法であったり、先ほど述べた足切りや減点、日程だったりの情報は、大学の高校生向けホームページに入試要項として細かく掲載されていますが、気になる人はチェックしてみましょう。また、大学が入試ガイドを作成しているので、そちらも確認しましょう。はい、次に学校推薦型選抜について見てみましょう。推薦型選抜は、高校での研究発表や、大会での実績などによって評価される入試です。理学院のみで実施されます。二次試験というものは特に行われませんので、共通テストの成績による第1段階選抜もありません。ただし、共通テストの受験は必須となっております。ご注意ください。出願の際には、各高校の学校長による推薦書のほか、研究を利用する場合は研究内容の要約が必要です。また、出願が共通テスト前と早く、郵送での出願であることや、研究による推薦の場合には、高校あたりの、人数制限があることにも注意です。調査書の用意などは早めに進めておきましょう。入試の詳細については、一般入試同様、大学ホームページに掲載されている入試要項と入試ガイドをご覧ください。最後に、試験の判断基準についてですが、選抜に際しては、共通テストの点数はそこまで重く見られていないかもしれません。どちらかというと実績の方が重要と言えると思います。最後に総合型選抜について見ていきます。総合型選抜は理学院以外のすべての学院で行われ、実施方法から試験内容に至るまで学院ごとにバラバラになっています。まずは比較的一般的な入試に近い工学院と物質理工学院について説明していこうと思います。はい、工学院と物質理工学院の総合型選抜は一般選抜同様に共通テストによる足切りがなされます。足切りの点数は高大祭実行委員会内の1年生で行われた15件からの回答の統計として、昨年ほどはどちらも 84% 弱といったところでした。しかし募集人員が工学院で34人、物質理工学院で18人ですから、年によって大幅に変化する可能性はあります。 86% 程度は取っておくと安心なんじゃないかなと思います。試験内容についてですが、筆記試験と口頭試問からなります。筆記試験は難しい問題ではあるものの、一般の二次試験と同じような問題が出されます。私が受験した物質理工学院の場合、昨年出題されたのは化学と物理が大半でした。しかし2年前には数学が出題されたので、理系科目についてはしっかりと対策する必要があります。そして口頭試問ですが、これは受験者にとって予備知識が少ないような分野についての問題を解かせ、その回答や理由について試験官に発表することで評価が行われます。はい、環境社会理工学院の総合型選抜は学院内で3つの方法に分かれていますよね。はい、環境社会理工学院は2年次に所属する系ごとに試験内容や方式が異なります。また2年次以降の系所属先が入学時点で決定されることになります。建築学系に所属したい人は環境社会理工学院の A を、土木環境工学系、私が所属している系ですね、こちらに所属したい人は B を、融合理工学系に所属したい人は C を受験する必要があります。足切りについてですが、建築学系の A と土木環境工学系の B については純粋に共通テストの点数で足切りが行われます。一方で融合理工学系の C については共通テストの点数の他に志望理由書や調査書も判定に用いられます。英検や国際バカロレアなどの資格なども重視される可能性があります。さて、これまで説明したように、環境社会理工学院の
総合型選抜には3つの試験が存在しますが、今回は私が2019年度の入試で受験した土木環境工学系 B の試験内容について説明したいと思います。まず足切りはやはり共通テストで行われます。そして第2次試験が2月の中旬か少し早いくらいにあるんですが、筆記試験と面接がほとんどは主な内容です。まあ、ここのほとんどというところにミソがあるんですが、例年は、割と土木分野に関する、例えば社会の問題、インフラの問題等ですね、これの筆記試験と、こちらを、英訳した、例えば、国際連合だとか、そこから出しているような、英文をそのまま出題することがあります。そして面接でまた同様に土木分野の指紋が出せることがあります。が、私の年は、まあ、筆記試験は、普通の土木分野に関する筆記試験はあったんですが、英文がどっかに行ってしまって、レゴのね、造形の問題が出ました。まあ、そのレゴを作って、ここに関してコスト面だったり、構造面、あと、景観面とかについて記述しなさいっていうものだったんですが、まあ、突然変わったりしますので、まあ、びっくりしました。まあ、いろんな幅広い知識と、その専門に対する鋭い知識が、この総合型選抜では必要になるんじゃないかな、と思います。はい。次に、生命理工学院の総合型選抜について説明したいと思います。生命理工学院の総合型選抜の足切りは、共通テストの得点で650点以上を取れているかが一つの条件となります。また、出願者が募集人員の2倍から3倍を上回った場合には、共通テストの点数と出願書類によって、さらに第一段階選抜が行われるそうです。また、二次の試験については、出願範囲において、東工大で唯一生物が用いられることに注意しましょう。最後に、情報理工学院の総合型選抜について説明します。こちらの足切りについては、活動実績が重視されるようです。共通テストの点数は、基礎学力の有無についての評価にしか用いられないそうです。そして、二次試験についても、その活動実績に関する面接を行うことになっています。以上が各学院についての総合型選抜の説明です。共通して注意すべきこととしては、推薦入学と同様に、出願時期が12月と早く、また郵送であることです。また、こちらの推薦型選抜との併願も不可能なことに注意しましょう。以上の詳細については、大学ホームページに掲載されている入試要項や入試ガイドを確認してください。また、各学院で筆記試験が行われている場合は、その過去問が公開されていますので、私のさっき言った試験も公開されてますので、気になる人はぜひチェックしてみてください。さて、ここまでは、制度についての説明をしてきました。ここからは1年生の青木への質問を通じて、受験生活そのものについて迫っていこうと思います。ですが、その前に、私の受験についての話を聞く際に注意してほしいことがあります。それは、まあ、当たり前のことかもしれませんが、受験の方法に絶対的な正解はないということです。受験勉強の方法なんて人それぞれに適したものがありますし、これをやっておけば必ず合格するなんていうものはありません。だから当たり前のことかもしれませんが、〇〇先輩の合格体験記にあったからといってあなた自身がそうなるとは限らないということには十分注意してください。ではどうすればいいのかという話になりますが、まあ、各自が自分に適している受験の方法を探るしかありません。そしてその適切な方法を探す手助けとして合格体験記や今回の座談会を活用してください。では、早速質問に移っていこうと思います。そしたらですね、まず受験生時代の、生活習慣についてお聞きしてもいいですか。はい、私の、受験生時代の生活習慣についてですが、平日と土曜日については学校がありましたから、まず朝は普通に学校に向かい、そして、それが終わり次第、私の場合は塾に向かって、自習室に、こもってひたすら勉強するか、あるいは、塾で授業を受けるかをしていました。一方で、日曜日は、
学校はありませんでしたから、まあ、例えば受験の制度であったり、例えば他には情報であったりを、まあ、探りつつ、例えば、まあ、ある程度、息抜きとして、娯楽の日として過ごしていた面もありました。一方で、高3の秋ともなれば、日曜の多くは模擬試験であったり、あるいは、私が受けた総合型選抜での出願準備で、まあ、埋まっていくことが多くなっていきました。まあ、言ってしまうと、日曜日以外はかなり、勉強をしっかりとやる日にして、日曜日は勉強以外で受験に必要なことをかなり準備していった日ではありました。はい。では、僕の方から。勉強方法についてお聞きしたいなと思います。どのような勉強方法をしていましたか？はい。私の場合は、まず、単純な勉強時間だけではなく、集中度合いもかなり重視しました。まあ、当たり前の話ですが、いくら勉強したところで全くもって集中していなかったりしていれば、それは勉強時間としてはほとんど役に立っていませんから、しっかりと短い、たとえ短い勉強時間だったとしても、どれだけ集中してできたか、ということがかなり大事だったかなと思います。また、勉強場所についてなんですけれども、これは本当に人様々だと思います。私の場合は、まあ、ほとんど塾の自習室で勉強していましたが、私の友人の中には、学校の、まあ、空き教室で勉強するのが好きだったという人もいますし、また、家での勉強が好きだという方ももちろんいると思います。また、私の勉強生活において一番大事だと思っていたことは、徹夜などは決してしなかったということですね。まあ、特にその睡眠時間をかなり大事に見ていました。睡眠時間というものは、翌日の勉強の集中力を高めるもの、そして暗記に対して必要な時間だと考えていました。そのために睡眠時間を1日7時間割るようなことは、決してしないようにしていました。また、逆に、そのようであっても日中眠いなとか思うことがあれば、まあ、それは眠いまま勉強をしてもあまり非効率だなと私自身が感じたことがあれば、まあ、できる限り睡眠をして、しっかりとその後に切り替えて勉強ができるようにしていました。まあ、私自身が、思うこととしては、まあ、受験生活というものは、その勉強時間をちゃんと確保して集中しつつ、まあ、いかに、その次の勉強時間に備えて睡眠など休息を取れるかということだと思って、自分は、受験生活を送っていました。やはりそうですよね。本当に重要だと思います。いや、今、割と高3向けの話だったんですが、そしたら高1、高2の今勉強している方々に向けて今からやっておくべき科目とかあったりしますか？特に。そうですね。私自身としては、高1、高2の今の時点から積極的に何かこれだけをやっておくべきというものはあまりないのではないのかと私自身は考えています。まあ、というのも、今の時期というものは、なんか特定の科目について補強するというよりも、まあ一番最初に述べたと思うんですけれども、受験に向けて受験生活をどういった感じに過ごしていくか、ということを、まあ探って少し確かめつつ、あ、これが自分にとってベストだなと思えるものを、まあ定着させていく期間だと思うんですね。だから、どちらかというと勉強メインというよりは、来年に向けて受験生活をスタートさせるに向けて、どういったこと、どういった、まあ、スタイルでやっていくかということを決めていくべきだと思います。まあ、ただ、それでも、やはり、なんか、どの科目ですかということを、多分気になる人がいると思うんですね。なので、強いて言うのであれば、まあ、例えば、最近扱っていないような数学の、例えば、公式のチェックをしてみる。とか、数三分野については、まあ、演習が極めて大事ですから、まあ、数三分野、については演習を行っていく。また、東工大の入試に合わせてということもありますが、英語の長文を読んでいく。だとか、まあ、本当にごく暇な人であれば、物理や科学のどちらかについてなんか少し、極めてみていたらいいのではないのではないでしょうか。といったぐらいですね。まあ、少なくとも一つ言えることは、今の時点であまり東工大のみに絞った問題ばかりを解くのではなくて、できるだけ今実力をつけることを意識して勉強してほしいなと思います。そうですよね。実力をつけるということに関してなんですが、実力をつけるばっかりで、まあ、勉強ばっかりしていると大変だと思うので、その場合、息抜きなんかはどのようにしていましたでしょうか？そうですね。やっぱり受験というものは、まあ、やはり1年またはそれ以上かかるような、すごい長期間にわたる戦いなんですよね。だから、一律、いわゆる今までの学校とかであるような定期考査、定期テストのためだけのような感じで、まあ、一列、息抜き、一切なし、みたいなことでやってると、どう考えても続きません。一方で、まあ、なんかその生活の5割以上が娯楽である、みたいな感じだと、それは受験生としてはあまりよろしくないのかなと私は思います。そのため、私がやっていたこととしては、まあ、いろんな娯楽を皆さん持ってると思うんですね。
ですからその中で娯楽の種類というものをできるだけ絞ってみて、で時間をまあなんか娯楽に関する時間は減らしつつも、できる限りその娯楽、数少ない娯楽をしっかりと楽しめるようにしていました。なので、まあ、絞った娯楽というものは、まあ、絶対的に本当に自分がもう楽しめるものにしていました。例えば自分の場合は好きなゲームを、時々やるなどしていました。で、この娯楽の時間の金はなんかどうすればいいのかという話なんですけれども、やり方としては、1日30分だけですね、娯楽の時間を確保して、その時間のために毎日のそれ以外の勉強時間というものは、全力で集中するんですね。その30分があるからと、そのために全力で集中するということ、やり方があると思います。でも、私は実はそうではないんですね。というのも、私がやってたゲームはちょっとまとまった時間が欲しかったんです。なので、まとまった時間が欲しいなという場合には、例えば月曜から土曜まで本当に、もう、遊びの、今度の遊びのためと頑張って、ある程度ものすごい頑張って、一方で日曜日は、まあ、勉強も少しは、するんですけれども、今週頑張ったなということで少し娯楽の時間に当てるなど、そういった感じでしっかりと息抜きを定期的にしていったということが私のやり方ですね。まあそういうふうにして勉強もしつつもちゃんと勉強に時間を確保しつつも息抜きのことも忘れないということをまあ意識してほしいかなと思います。私は割と小分けにする人だったので、やっぱり人によって違いますよね。そこは皆さんで見つけていただければと思います。ではじゃあそのモチベの持ち方とかあったりしました？そうですね。まあ僕の場合はその先ほど挙げた4科目の中で、まあ自分はまあ言ってしまえば科学が好きなんですけれども、私みたいに勉強分野にまあ自分の好きな分野がある場合であれば、その分野について例えば教科書やまあ自分の書いたノートを読み込んでみたり、まあ問題を解いてみたりしてみるというのもまあ一つ、そうですね、モチベーションを保つ方法になると思います。でもそういう人ばかりではないと思うんですね。で、そういう場合についてはですね、例えば、まあ、自分が興味のある分野あると思うんですね。例えば情報関係に興味がある方もいると思いますし、建築関係に興味がある方だっていると思うんですね。で、そういった方たちは、まあ、その自分が興味のある分野について、まあ、最先端の研究についてどんなことやってるんだろうって調べてみたりだとか、例えばそういうので成果としてニュース記事が出たりすることがあるんですね。で、そのニュース記事を集めて読んでみたりするんですね。そういったことをしてみると、モチベーションを高めることになると思います。また、大学生活について、まあ、想像してみて、まあ、理想のキャンパスライフですね、に向けて、まあ、頑張っていこうというふうに、モチベーションを保っていくことも大切だと思います。東工大なんかは、図書館が綺麗だったりとかしますから、そういうことにあって、まあ、思いを巡らせて、受験を頑張ってほしいなと私は思います。そうですよね。僕はオープンキャンパスに、行く機会があったので、その時、音楽を訪れて、すごく行きたいなと思いました。話は変わってしまうんですが、予備校というものがあると思うんですが、それの利用方法や実際利用していたかどうかなどを教えていただきたいなと思います。そうですね、私はまあ先ほど生活のところでも述べたと思うんですけど、まあ、塾の自習室にこもっていたというところから分かるように、まあ、やはり予備校あるいは塾といったものを活用している人間でした。ですが、その授業の、まあ、例えば活用法について気をつけていたのは、必ず予習復習の、まあ、余裕を確保できるようにしていました。とにかく授業を取ればいいというものではないということですね。例えば講座などを多く取りすぎても、復習の暇がなくなっていってしまうんですね。その結果、そのよくある講座とかの、まあ、利点というものですかね、まあ、やり方とかを身につけていくものだと思うんですけれども、そういうところを身につけていくなどといった、まあ、利点というものを最低限活かせなくなってしまうんですね。そうしてしまうと、全くもって塾や予備校というものが価値が薄れていってしまうと私は思います。なので、本当に多くても週4つですね。これは本当にギリギリのラインだと思ってください。かなり、まあ、増やしすぎないということを意識してください。また、教え方が合ってないなと思うのであれば、それはあまり適していないという可能性もあると思うんですね。で、だから大事なこととしては、その先生が教えてくれた方法、まあ、これは学校でも塾でもどっちでも言えると思うんですけれども、先生が教えてくれた方法がちゃんと自分で再現できるか、そしてそれを自分でまあ身につけることができるかということがすごい大切なんですね。たとえなんかものすごく綺麗な解法というものを教えてもらったとしても、それを自分が理解することができない、あるいは再現することができないということであれば、全くもってそれは意味がありませんと私は思います。だから、まあ教え方が適していて自分でもできるんだなと思うのであれば、まあそれは適しているのではないかなと、そういうことをまあ考えて利用してもらえればいいんじゃないかなと私は思いました。そうですね。
やっぱり予備校って自分に合った使い方っていうのが重要ですよね。他にも勉強以外にもね、何か計画だとかモチベーションとかの相談もできたりするところもありますもん、ね、そうですね。そういうところを活かしていけると予備校もいいんじゃないかなって思います。あとは予備校じゃなくて参考書で勉強している人も多いと思うんですが、その参考書の利用方法で何か話しておきたいことだったり。そうですね、私が思うことしては、参考書も基本的には予備校と同じだと思います。何が言いたいかと言いますと、やっぱ参考書もひたすらなんかバーンって買っていっぱい買いましたって言っても多すぎて、それに手が回らなくなってしまったらそれは意味がありません。またその、参考書の解説の意味がよくわからないだとか、まあ回答例として書いてあるものがしっかりと再現できないなどと、感じたりするのであれば、その参考書はあまり適していないと言えるでしょう。そういうものに関してはあまり、やるべきではないのかなと私は思いますね。はい、はい、現在は25分ほど経過しているということなんですが、これからは、質問の方に移っていきたいかなと思います。はい、その前に準備があるので、その前にもう少しだけお話をしたいなと思います。はい、過去問に手を出す時期なんか、受験生気になってるんじゃないかなと思うんですが、青木さんはいつ頃始めていましたでしょうか？そうですね、少なくとも高3の夏まで手を出すことは一切ありませんでしたね。高3の夏以降になって、例えば、これはやっていけるだろうという自信がついてきたような科目であれば手を出してもいいかもしれません。例えば僕の例であれば、得意だった科目、科学とか、あと物理も得意だったんですけど、そういった科目については、高3の夏あたりから、いろいろな大学の過去問に挑戦しました。これもだから、東工大だけ一本に絞るのではなく、例えば東大、京大、東北大など、本当に様々な大学の問題を解くようにしていきました。はい、数学、気になる人も多いかもしれないので、一応数学についても述べておきますと、数学についてはちょっと自分では自信がなかったこともあったので、塾で、教材をある程度過去問から詰め合わせて提供してくれたというのがあります。なので、私はそれを、利用して、これで、ある程度過去問が解けているのかなといった感じでやらせていただいておりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。受験生の皆さん方も、まだまだ聞きたい情報などがたくさんあるとは思いますが、そろそろ終了時間も近づいてきましたので、ここからは質疑応答の時間とさせていただこうと思います。質問についてはまだ募集しております。質問を希望される方は、表示したスライドの通り、応答にシャープ質問をつけた上で、王冠マークのついた JIZY 質問募集というアカウント宛てのプライベートチャットに送信してください。では、皆さんに一つ目の質問です。皆さんが東工大を志望したきっかけは何ですか？きっかけですか？じゃあ僕の方から。僕は、高校2年生の夏に、オープンキャンパスを訪れて、研究室を訪問したりしました。そこですごく、研究室自体は、現在の学院とは違うんですが、すごく、東工大の設備、主に図書館などに憧れて、東工大に進もうと思いました。はい、青木さんは？そうですね。私はですね、出身校の先輩とかが東工大に多く、合格しているというところで初めて東工大を知ったと思います。東工大をなんか調べていくうちに、理科系の単科大学、理科系の総合大学であるということを知って、なんかこの大学であれば理系として、なんかスペシャリストにちゃんとなれそうだということを思ったので、この大学がいいなと思って私は東工大を選びました。上村さんはどうですか？私は首都圏の、国公立大学で街づくりをしっかり学べるところっていうのを探すと、東京大学、東京工業大学、筑波大学、この3つ、あと千葉大学か、ここかなと考えてて、その中で筑波と東工でちょっと迷ってました。で、筑波側だと結構社会的な視点から街づくりにアプローチするのに対して、東京工業、こちらは、理系の方から結構アプローチするっていう感じになってました。で、自分で悩んだ結果、結構ここは悩んだんですが、理系からアプローチした方が私は好きかなと思って、東京工業大学を目指しました。ありがとうございます。次の質問に移る前に、ご連絡させていただきます。
ただいま質問をたくさんいただいており、すべてこの時間内にお答えすることができないので、この質疑応答の時間が終了次第、後日質問を公開する、サイトの二次元コードを表示させていただきますので、そちらの方をチェックよろしくお願いします。お願いします。ご了承ください。では次の質問に移らせていただきます。中高一貫校に通っている高校2年生です。周りの友達が受験モードに入っているのに、自分は娯楽に逃げてしまい、勉強を長く効率よく続けることができません。皆さんはどのように勉強を頑張りましたか？じゃあ自分からですかね。お願いします。まあ私も確かに、高校2年生ぐらいの、まあなんか11月ぐらいまではあんまりすごい勉強に身が入っていたというわけではないんですね。まあやっぱり、いきなりなんか突然受験モードって言って、まあなんかもうその勉強ばっかりって入ると、やっぱり無理をしてしまうとそんな長続きしないと思うんですね。だからやっぱり少しずつでいいので増やしていくことが私は大切じゃないかなと思います。今の生活もから突然変えてしまうとやっぱり大変なことがあると思いますから、まあ、少しずつ慣れていってその形というものを定着させていくってことが大事だと思いますね。お二人はどう思いますかね。私は割と新しいことをやるのが好きだったので、例えば物理とか科学、応用科学、まあ応用の方ですね、4単位もの、これを2年生の秋冬くらいから始めたんですけど、それちょっとたくさんやって楽しんでましたかね。割と自分が好きなものをやるっていうのは意外と興味あるって言った方がいいですかね、をやるっていうのも重要かなって思います。はい、私は数学が好きだったんですが、数学ばっかりをやってしまって、理科系の科目をおろそかにしてしまって、浪人してしまったので、まあ上村さんとちょっと意見は異なってしまうんですが、好きな科目ばっかりやってしまうとちょっとあまり良くないかなという気もします。ただ、勉強のきっかけとして好きな科目を始めて、まあ、苦手科目もちゃんと対応していくっていう方針であれば、ちゃんと現役合格できるのかなと思います。まあそのバランスというものが大切ですよね。好きなものだけでもなく、まあ、好きなものできっかけにしてもらうのも大切ですが、好きなものばかりだけではなく苦手科目も少しずつ手をつけられていくといいと思いますね。あと娯楽的なもの、やっぱりモード入るっていうのは難しいですね。周りが来ると焦りますよね。そうですね。やっぱただ周りに流されすぎないことも大事だかなと思います。やっぱり自分のペースで何事も進めていくのが受験だと私は思いますから、周りがなんか何でしょう、周りが例えばこの参考書を買ってるから自分も買わなければいけないのかっていうと、そんなことはないと思いますし、周りがあの塾のあの講座を取ってるから自分も取んなきゃっていうことも全く持ってないと思います。やっぱり自分に何が適しているのかということをしっかりと、まあ、捉えるというか見つめてもらって、まあ、それの上で判断をすることがとても大切だと思いますね。そうなんですよ。特に現役生って確かに時間はないんですよ。ただ時間がないと言って焦ったら負けなんです。時間がない上でしっかり自分のやるべきことを丁寧にこなしていくっていうことの方が重要だと思います。自分で何が重要なのかっていうのを考えていればそこは問題ないんじゃないかなって思います。そうですよね。周りも目もありますが、周りはやっぱりモチベーションも違ったり、進む大学も違ったりするので、本当に周りに流されないでほしいなと思います。はい、ありがとうございます。たくさんの質問ありがとうございました。まだまだお受けできない質問も多くあるとは思いますが、まもなく終了の時間となりますので相談会自体は終了とさせていただこうと思います。はい、失礼いたしました。座談会でした。集められた質問でまだ答えていないものにつきましては、この後も引き続いて、4時ごろまで引き続いて答えていきますので、時間に余裕のある方は引き続き、このズームに残っていただいても構いません。またアーカイブが東工大オープンキャンパスの公式サイト上で後日公開される予定なので、今はご覧になれないという方もこちらをご覧いただければと思います。本日お伝えした情報も含め、東工大に関するさまざまな情報がこちら受験生応援サイトにて掲載されております。より多くの情報を知りたいという方はぜひこちらをご活用ください。最後になりますが、本日の座談会に関しましてアンケートを行わせていただきます。よろしければ当座談会についての感想を寄せてください。
以上で現役東工大生による座談会受験編は終了とさせていただきます。たくさんのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた質問を、はい、では質問の続きを2つのことですかね、続けさせていただきます。では質問をまたお願いします。はい、次の質問です。皆さんが東工大を受ける自信を支えたものは何でしたか？なるほど。僕から答えてもいいですかね。はい、僕の場合はやっぱり圧倒的に、まあ、得意であった、圧倒的ではないのかもしれませんけど、やはり得意であった理科系の科目がかなり、まあ、自分にとっての支えになりました。それこそ自分が今でも好きである科学だったり物理であったり、こういったものがしっかりと点が取れるということ、例えばそれは模擬試験の結果などからも分かってくると思うんですね。そういったところを見て、自分はちゃんと理科が取れるのであるから東工大でもしっかり受かるはずだと、そういう心構えをしていました。お二人はどうですか？私からの方から、はい、3つありますね。1つ目は、自分は基礎ができてるっていう自信があることです。ちょっと応用するのが苦手だったんですけど、基礎、例えば定期テストだとかっていうのはすごくしっかりやってたんですね。なので、そこがあれば、その後、しっかり応用していけるっていう自信を持ってました。2つ目は、自分の興味ですね。都市計画に、街づくりに興味があったんですけど、大学に入ったら、それがやれるっていうのを元に、まあ、特に総合型選抜に向けてですが、気持ちでいました。で、3つ目は勉強以外にも高校で部活だったり行事だったりっていうことをやってきたので、それで、それをやってきたんだからそのまま受験でも頑張れるっていうふうに、やっぱりいろんなもので自分の思ったところまで、やりたいところまでやりきるってところは、やりきったってと経験がそのまま受験にも生きたんじゃないかなって思います。この3つですね。私は現役時も東工大を受けたんですが、それを受けた理由としては、11月に毎年行われる模試があると思うんですが、その時にちょっと数学の調子が結構良くて、まあ、判定が割と良かったので、そのまま受けてみようと思って受けました。まあ、ただ数学以外、先ほども言った通り、あんまり勉強してこなかったので、まあ、本番は残念な結果になってしまったんですが、浪人期は、心機一転して、物理科学を、重点的に勉強して、群島成績が伸びまして、また11月の模試で、いい結果が出たので、受けようという感じになりました。模試の結果はまあ一概にも、正しいとは言えないですね。僕の現役時の結果もそうです。なので、まあ、この模試で一喜一憂しないで、精進してほしいなと思います。ありがとうございます。ではその模試の結果などは、皆さんは今ぐらいの時期には合格圏内に入っていたのでしょうか？皆さんで一気に出します？バツかまるで。どうしましょうか。じゃあ、さっき言った私からいきます。はい、私はその、現役時ですね。現役時は、B 判定を取っていました。で、浪人期は、A 判定になって、まあ、このままいけそうだなといった感じで、まあ、そのままやっていました。浪人は基本的に成績がいいのはまあ当たり前なので、まあ、その現役生は、その浪人生に押されて結構成績がきついかなと思う時もあります。なのでちょっとお二人に意見を聞きたいなと思います。そうですね、私はなんか現役でなんかなんだという話かもしれませんけど、私は A 判定をもらっていました。まあ、A 判定でもらってはいたんですけれども、2つの模試でその点数が大きく違う科目、まあ、具体的に言ってしまうと数学がちょっと点数の、まあ、落差が激しくて、この数学の点数がちょっと不安だなと思ってたんで、 A 判定でもやっぱりそのしっかりと気を抜かないで最後まで数学の勉強を続けようという、まあ、心構えといいますか、そういったものはできたなと思います。だから A 判定だからといって、そんな甘えてしまうのはやはり良くないと思いますね。私は×でした。はい。やはり共通テスト、まあ、今までのセンター試験の方は取れていたんですが、どうしてもその時期まで東工大の方が取れなくて、そこで、まあ、割と、志願の方法についてちょっと変えたりとか、どういうふうな、どこが勉強の方法とか変えたりはしてました。まあ、その特に受験方法を少し変えた、まあ、総合型選抜にちょっと、まあ、確かにリスキーなんですけど力を入れたっていうのが、もしかしたら私は良かったのかもしれないですね。ありがとうございます。質問をたくさんいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ですが、時間の方がですね、もうすぐ4時になってしまいますので、本日
の回答はここまでとさせていただこうと思います。こちらスライドに出ている右下の受験生応援サイト見えますでしょうか。こちらのサイトについサイトでから、後日残りの質問の回答をさせていただきますので、よろしければご確認ください。以上をもちまして、現役東工大生による座談会受験編を終了させていただきます。たくさんのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。